このようにずれてしまう切り替えをきれいに合わせる方法を紹介します。以前に紹介した方法はこの切り替えのところを先に縫っておくっていう方法でした。それでも良いのですが、今回は先に縫わずに留め方で綺麗に縫う方法を紹介しようと思います。まず1センチの縫い代で縫うときは開いて1センチのところを合わせます。閉じて端はクリップで留めます。ちょうど1センチのところが留まるようにします。この端から2センチぐらいのところに待ち針で留めます。こちらだけ留めると縫いずれやすいですが、反対側も待ち針で留めることでずれにくくなります。